まあ、私たちと同じ考えっていうのは、その結果も大事なんですけど、その経過、手間をかけて直すという、その技術の継承についても、とても理解をしてくださってて、若手の大工さんたちの養成を、私たちのグループの方で、塾を作ってやってるんですが、そういう若手の人たちがそこで仕事ができるので、技術の継継承承にもが。なるんですね。今、町屋は結構若い人が多く住みたがっそうですて、ね、まあ、住み特にたがアーっティてるストが多いで人すはよ多いでね。すね。で、ただ直す方も仕事がないと技術が継承されそうなですいので、ね。で、やっぱり今の簡単と言うたら申し訳ないですけれども、現代工法と伝統工法ってやっぱり時間のかけ方が多分違うでしょう違うんで、壁を塗るとか木を組むのでも、その時間がやっぱりかかるわもうけで材す料の調達ね。からね、始はい、めなきゃならないそうですなんよです。ね。そうした時にやっぱり費用対効果で見てしまうと、今の工法になってしまうわけですよ。さっさとやらんな、お金かかってしもうまう人って。件費を最低限に抑えようと。でもそういう少しでも一部全部じゃないですけど、一部ファンドからそういうふうにいただけると、それが技術の継承のために使えるといそううでこすとになるね。んですだっね。て京都がね、京都らしくなかったらね、どうしますの？京都の意味なくなったもっら、たい日ないこ本のとで価す値がもうよ。世界に対してだいぶ落ちるんちゃうかって私は思いますだわ。からやっぱりまあ京都は得やなともおっしゃいますけども、でもそうしてとにかく頑張って先頭を走っていろんなところのことをこう集めてきて、それをよそにも一緒になって動かしていくっていうことが大事なんかなと思います。京都をほっといてもブランドやさかええねんと思ってましたけど、そうではないんや。いやー、そうではないです いや、確ね。かに景観は来るたびに、なんかこういうものができたな、できたのがってがっかりすること結構あそうりでますすよね、ね、荒れ京て都。きてますしね。この近所歩かせてもうても、だいぶマンションが増えそうでて、す別ね。にマンションが悪いわけではないけれはい。ども、ここ前古いお家やったんちゃうかなっていうところが、えらいマンションになってること多いでそうすですね。ね。この辺は本当にここ10年ぐらいで人口倍近くになってると思いますよ。高10層年化し15た年かぐららい。ですはい。ね。だから本当に1つの町内に10世帯とか20世帯やったところにマンション1つ建つと100世帯増えますのでね。人が増えるのはいいんだけれど、それだけではにぎわってていい街やってならないところが難しいところですね。そうですね。やっぱり京都の土台の、なんていうんです、土着の文化みたいなもの、暮らしの文化みたいなね、そういうのが薄められる、そうです住んでる人によっね。そうですて薄められるね。とちょっと残念かなと思いますまあ、地ね。元の行事一つとってもそうですよね。そうこでこはすまあ祇ね。園祭はい。のね、はい。ちょうど氏子さんでしょうけども、はい。そういう人たちを担う人たちがね、やっぱり若い人がずっと同じように継承して住んでね、行かなければならないというのは、それがマンションの上の住人だけが見るだけではですね、維持できませんもんね。そうですね。私やっぱりいろんなことをこう交流しながら、一緒になって、みんなでお手伝いしていくような方向性に今この界隈もなりつなつりありつつ、ますそれはもういいこね。とですはい。ね。その公開していくというね、いろんな人とつながっていくっていう流れの中の一つだと思うんですけど、この小島さんのお宅はですね、大学生の方たちにも公開していらっしゃるんだそうで。うち昔その店をしていた部分を京都学園大学っていう亀岡にある大学なんですけれども、そこのキャンパスとしてお貸ししてるんですよ。だからさっき、なんかあれ、コンピューターが並はい、んでる並んスでペーまスがす。ちょっと見えたんですはい。が。学生さんたちがみんなお昼に来てつこたはるんです。いや、そしたらね、平野さん、そこの大学の先生がね、学生さんたちがどんなふうにこのスペースを捉えてるかっていうのを教えてくださった、そのメールくださってるんですけどね、学生にも教員にも雰囲気がとても好評で、和室の教室というのは、こういう特徴があるっておっしゃる。先生と学生の目線が同じで、和やかだから発言しやすい。そして学生の中には内容に集中できるっ
という人がいるっていうんですよ、うん、なるほど。昔の寺子屋の雰囲気ですかね、うん、本当だそうですね、うん、目線が一緒。そして私内容に集中できるの分かります、うん、ここにいたら落ち着くもの、うん、あのでやっぱりね座るっていうことは大事なんかもしれへんと思います。あそうか、なんかさっき壁を見てたらあの国文学とか、はい、中国文学とか、はいはい、あのね語学のとか文学 の, あのカリキュラムがずらっと書いてましたけど、はい、あのこの、ま、あの町屋に本当ふさわしい、ね、学問 で, で、ね、学ぶ学問がね、はい、そうか。この町屋でゆったり座って、うん、で坪庭から緑を眺め光注がれながら空を仰いで本読む、うん、でそういう時間をやっぱり若い人に持ってもらったら人生変わると思います。いやそうです。それにお掃除もね手伝ってくれてはるので、うんうん、あそれも大切なことですね、はいはい。今日はですね小島房江さんのお宅からお届けしております。今日町屋再生研究会の小島房江さんとご一緒です、また後ほどお話を続けられたらと思います。以上特集でした。今日の種まきジャーナルは京都からお送りしています。今夜の種まきジャーナルは京都から丸ごと中継してお送りしております、私と平野さんがお邪魔しておりますのは、新町通りに面しております築110年の京町屋小島さんのお宅です。京町屋再生研究会の小島房江さんとご一緒していただいております。小島さん、はい、あの一回こういう町屋の作りをね、はい、体験してみたいという方多いと思うんですよ、はい、なんか今度そういう機会があるんですか。そうですね5月の25日から6月の2日まで、はい、あのいろいろな町屋を6月3日までです、はい、ごめんなさい。あのいろいろな町屋を体感していただこうという、ほう、あの普段はお住まいのお家をたくさん開けてくださるんです、はあ、で、あのその機会にぜひ見ていただけたらなと思います。それは予約とかややこしいですか。いや、あのそんなにややこしくないです、お行儀よく入っていただければ、うん、あの京町屋ネットという、はい、ホームページを私たち持ってますので京町屋ネット、はい、はい、あの多分京町屋で検索していただくと、うん、割と早い段階で出てくると思います。そうですね、はい、そこに気候のいい時にね。そうですね、あの多分一番時効がいい時なので、本当にあの気持ちよく見ていただけると思います。はい、あのいろいろな、まあ、各お宅でいろんなことをお考えいただいていると思いますので、うん、本当にあの千差万別いろいろな町屋を楽しんでいただけると思います。タイトルがいいですね。うろうろオープンハウス、ね、そうなんです。楽町楽屋、楽しい町楽しい家と書いて楽町楽屋と言いまして、うん、であの今年から若いメンバーが、はい、あの中心になって動いてますので、やっぱり私たちおばさんじゃないいろいろなあの感覚であの言葉も選んでしてくださってるので、うん、きっと楽しめると思います。それこそね、あの住んでらっしゃる方からは暮らしの話が聞けると思うんですよ。そうですね、小島さんはこちらでねもう30何年でしたっけ、はい、お暮らしになって、はい、そう手間がいっぱいかかると思いますよね、はい、そう手間をかけて暮らしてらっしゃってどんなことを思われます、うん、あのやっぱり時間ってとても大事なんですけれども、うん、あの早く過ぎていくもんなんで、それをどんだけきちっと自分の中に取り込めるかっていうことやと思うんです。でこういう100年スパンでもの考えてる家と付き合ってると、うん、その即何か反応するようなものって言うんじゃなくても、ゆっくりもの考えても構へんのと違うかな、うん、ゆっくりいろんなことをしてもいいのと違うかなって、うん、そんなに焦らんでええやんっていうことを思います。100年スパンで考えてる家の中に暮らしてると、はい、自分にもそういう時間の流れが入ってきてくれるんですね、はい、多分あのそれがいいことなんやろうなと私は今思ってます、だって今なんかもう即答え出せってことでしょ。そうですね、何でも分かりやすく二元論でどっち白か黒かって、そんなんちゃいますっていう。そうですね、ほどほどがええんちゃいますか。ほどほどがいいっていうそういうゆったりした考えがねえこの空間にやっぱり流れてるんですね。なんか知らず知らずのうちに節約の精神なんていうのもね、はい、なんか身についていくような気がしますね。ここそうですね、やっぱり、ね、あの10年20年でもの考えると、うん、ポッといいもん買うてもきっちりそれをちゃんと使い切ろうっていう考え方だと思いますね、うんうん、な
なんかここにずっといさせてもらいたい気分になりました今日は本当にどうもありがとうございました。京町野菜生研究会の小島夫妻さんでした。